面倒家に伝わる樹齢300年の太郎桜。これをアタルが切り倒したことから、この物語は始まる。突然開始された面倒家と水の工事家の大戦争。引いてはいけない引き金を引いてしまったうるせえやつら。 Lum the Forever! というわけで、いよいよですね、うるせえやつら4ラムザ・フォーエバー、永遠のラム。なかなか意味深なタイトルですけどもね。いや、楽しみですね。申し遅れました。諸星あたり役の古川俊夫です。実は今日はですね、その間もなく公開されるうるせえやつら4ラムザ・フォーエバーの舞台裏、制作の舞台裏の実際をですね、ご案内しながら、アニメーションはどのように、そしてまたどのような人たちによって作られているかをお見せしようと、こういうわけなんですね。 題して、メイキングオブうるせえやつら4。アニメーション制作の実際。それでは、どうぞ。